恥ずかしくて飛び出したはいいけどお金そんなにあったっけ。そん時はそん時だな。てかなんかすごい、デジャブ感。確か後ろを振り向くと、なんかあったような。そういい後ろを振り向くと、そこには不安そうな顔をした少女がいた。何か困りごと？お兄さん。誰？誰って、言われても、お母さんかお父さんはどうしたの？この状況旗から見ると俺むっちゃ怪しいな。わからない。それじゃあ迷子なのかな？それもわからない。うぬぬ。どうしたものか。とりあえず、交番行こうか。それだけは嫌だ。え、やばいぞ、面倒なことになったぞ。おまわりさんだけは。どうしておまわりさんはダメなの？わからないけど、おまわりさんのところだけは行きたくない。どうしよう。本当にここがどこかわからないの？うん。わかんない。やばい、本当にどうしよう。何も思いつかない。一旦心に助けを求めるか。少し待ってて、電話するから。おまわりさんは呼ばないでください。おまわりさんは呼ばないから安心して。そういい心に電話をし、助けを求めた。数分待ち、心が到着する。何があったの？俺にもよくわからんけど、その子、親がどこにいるかもここがどこかもわからないらしい。それなら交番に行きましょう。それ言うと、言わんこっちゃない。どういうこと？交番には行きたくないらしい。だから心に助けを求めました。そういうことね。でも私も何もできないわよ。ほらよく言うじゃん。何人か集まったら文殊の知恵って。3人ね。なら誰か呼ぼう？高梨くんたちはもう帰ったわよ。あいつら毎度のごとくタイミング悪い。どうするのこの子。うちに連れて帰るわけにはいかんしな。かといって交番は嫌がってるし。うむむ。自分の名前わかる？小石。小明治小石。小石ちゃんか、かわいい名前だね。いつからここにいたかわかる？わかんない。うちで寝てたのに気づいたらここにいたの。そっか、それなら早くお家に帰りたいよね。うん。そのためにはおまわりさんに手伝ってもらわないといけないの。おまわりさんは嫌だ。さっきからこの調子なんだ。ここで小石ちゃんの親を待つのもいいけど。冬に外でいつ来るかもわからない親を待つってのはな。そうよね。ひとまず喫茶店にでも行くか。外で待ってるよりそっちの方がいいわね。小石ちゃんも喫茶店でいい？うん。そういい、俺たちは近くの喫茶店で温まることにした。